塚です。塚です。です。今日は養生ですね。養生か。解説。養生の解説兼、はい。はい。対決。うん、対決。はい。まあ足場経験はあるけど、はい、まあ塗装経験はないと。そうですね。まあそういう人とは実際にやるとどれぐらいね一般の人と、はいはい、プロの職人が違うかっていうのもまあ見つつ、はい、しっかり解説で説明もつけてくれるってことだね。そうですね。はい、最初に説明して。そういうことですね。いきますね、じゃあ。はい、よろしくお願いします。はい、で、窓の養生なんですけど、うん、まずちょっと窓の形見るんですけど、はい、これはあのサッシが面にありますよね、うんうん、あの立体になってなくてシールが角まで、うん、来てるので、はい、養生が面の養生になります。こっちにあの段差があった場合、うん、例えばこれシーリングがもうちょっと避けてあってサッシの遊びがある場合は、うん、そのシーリングのギリギリでやってください。絶対これがもっと出とるってことだね、サッシが、はい、そうです。それが、まあ、普通そうだもんね。普通そうです。まあのりしろみたいな感じですね。のりしろがあのずっと作っとかないと次の塗りができて、またそれからちょっとずれてくるのでテープの位置が、なので基本的にギリギリで残してあげた方が、あの次の最後にもいいです。なのでそれまず最初確認します。これはもう面でいかないと、こっちに返せないので、うん、なのでまっすぐ面に貼るタイプだなっていうのをまず見ます。はい、で次マスカ、はい、マスカなんですけど3種類あって、300、550、1100っていうこのビニールの距離が違うんですよ。あ、この色で。そうです。あ、そういうことですか。このビニールの距離がこれ55センチ、うん、で、はい、いろんなやり方があるんですけど、こっちからマスカ伸ばして片方でテープ止めたらその550は届くよとか、うん、まあ、それ個人のやり方なんで、まあ、ちょっと特にあれですけど、うん、まあ、今回はちょっと300、うん、はい、この両サイドで300片方では足りないじゃないですか、うん、なんでこうやってこっちからも来ればかぶさるので。ああ、そういうことね。なので今回は300です。こう貼っていくってことですか。そうですね。このマスカのテープ、うん、これがもうガムテープと一緒の素材なんですよ。マスカに付いてるテープはガムテープ、ね、そうです。ガムテープと一緒です、うん、でこれガムテープなんで、うん、熱とかに触れたり水が触れたりすると糊が残るんですよ、ここに。うん、ぐち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 あと粘着がこっちの方が強めです、うん、なんでこうやって剥がした時にその前の塗料が剥がれちゃう場合もあるし、そのテープの跡が残っちゃう可能性があるんで、こちらのラッカーテープっていう紙テープ、うんうん、これだとあの粘着力がそこまで強くなく、うんうん、であとなおかつ薄いんで、うん、塗料のくぐりが少ないです。あ、そういうことね。分厚いものは置きやすいんで、はい、なんで紙テープを1回最初くぐりっていうのは結局こう紙テープこういうところに貼っとった時に塗装するじゃん、はい、時に紙テープだと入んないってことだよね、はい、そうです。入りづらいです。ガムテープだと入りやすいってことだよね、はい、全然違うんで、なんで絶対紙テープは必須です。うんうん、はい、でこうやってあの紙テープ貼っていくんですけど、うんうんうん、このしっかりこうやってまっすぐ、うん、ラインをまっすぐ貼ってください、うんうん、ここ歪んじゃうともう塗装仕上がった時に歪んだラインが残っちゃうんで、うん、そうするともうブブーもアウトなんで、うんうん、絶対こういう風にまっすぐ、うん、このシーリングの上に紙テープが乗っからないように、はい、めくったらその部分だけ塗り残しになっちゃうので、うんうん、絶対そこだけは、いや、ま、あのシーリングのこの白い部分に紙テープを乗せないんでね、はい、ってことですね。そうです、絶対、はい、なのでちょっとほんと 0.3 ミリ、うん、0.5 ミリぐらい避けるぐらいで貼るのが多分一番ベストです、うん、そういうことですね、はい、でこれもしっかり押さえてるんですけど、はい、この押さえてないとこと色が違い出るんで、ああ押さえてないとの押さえの色の違いが出るんで、うん、これしっかり押さえてあげると、これを押さえると色が黒くなります。ああ、そういうことね。これもしっかり確認して。浮いちゃってるってことね。そうですね。うんうんうん、しっかり押さえる。コーナーは次こっちに進行方向がありますよね。うんうん、なんで一回その今貼ったラインまっすぐ伸ばします。うん、でここで折り目をつけてあげて、うん、これをこのまま曲げます。はい。これやっぱうまいよね。シールの職人もそうだけどね。はい、ただこれもあるんですけど、ちょっといいですか。ここ結構大事なところなんで。うん、この折り曲げたところが、うん、カット入るけどいい、ダメですねこれ結構重要なところですね、はい、本来はもうみんな結構こうやってやる人が多いんですけど、うん、今みたいに簡単なんで、うん、今の曲げ方が、うん、ただこうするとテープの折り目がもうないんですよ。こことここがくっついちゃって、うん、立っちゃうんですよね、うん、立っちゃうと次マスク貼って伸ばすときにこれが浮きやすいんですよ。ここが浮遊してるんで、うん、こうやって浮いてって時間で入ってっちゃうので、はい、このやり方はあんまり良くないです。はい、なのでこっちに今折りましたよね、うん、じゃなくてちょっと角度をつけてあげるんですよ、うん、角だけはその一番角決めて、うん、ちょっと斜めに折ってあげて、うん、これを次こうやって折ると、うん、ここにテープののりしろが残ってるんでくっつくんですよね。あ、そうすると立たないんですよね。ああ、要はそういうことね。で最後だけこうやって折っとくと、うん、取りやすいですね。あとでね、取る箇所が、はい、マスカですね、はい、マスカは全然右からスタートで、はい、これもちょっとまだ理由があるんで、うん、はい、いきます。右から一番上じゃなくてもいいです、うん、まっすぐこうやってで切ります、はい、はい、で
工場なんですけど、はい、下から開いて、うん、まっすぐ上げます、うんうん、下から上げる、はい、うん、次右から、うん、止めてきます、うん、でこのビニールの上に貼るのもいいんですけど、まあ、うん、このガラス絶対動かないものなんで、うん、そういうのに貼ってあげた方が空気は入りづらいですね、うん、あ、マスカーに貼るよりってこと？マスカーに貼る、最後締めで貼るんですけど、うん、でもこういう動くものに貼っちゃうとかって、あ、そういうことね、こっちってもう動かないものじゃないですか、うんうんうん、なんでこういうとこに絶対貼ります。へえ、なるほど、はい、で次、うん、この中に入れ込ん で、うん、でこの耳ですね、最後の耳、はい、これをまっすぐ伸ばしちゃうと、もしあの緩んできた時に塗装する面にこうやってくっついちゃうんで、うんうん、そうするとベリベリってなっちゃうので、うん、ちょっと中に入って、あー、なるほどね、そしたら絶対入れないですよね。あー、はい、あ、パタついて、そうですね、塗って塗れとるところにペタンとくっついちゃう、くっついちゃう、あるから、はい、でこ今右から貼ると、うん、雨が降った時とか、うん、中に例えば塗料が上でこぼれちゃった場合とかにも絶対入んないですよ、うん、上からかぶしてるんで、はい、養生が、うんうん、左からもしれない、例えば、うん、左からちょっとこっちですか、はい、左からこれ始めます、うん、あ、こうやって貼ってそういうことか、そうですね、最後それはいかんのだ、そうですね、はい、まあこうやって、うん、今左からやったバージョン、うんうん、貼りますね、うん、ちょっとこれそれ逆向きに回してたらどうするの、はい、逆向きに、左利きのやつだったら逆向きだとマスカーが逆になっちゃうんで、こういう風に伸びちゃうんで、外側にビニールが伸びるだけですね。あー、そっか、はい、そうだ、向きがあるんで、あ、そういうこと、もう右、ま、回りしかできないんだ、そうですね、じゃあ左利きのやつは左関係ないのか、関係ないですね、別に左手で持ってたけどね、あ、そういうことね、左手でこうやって持って、この手が逆になるんです、あ、そういうことね、はい、あ、そういうことね、逆回しはできないんだ、そうですね、あ、やりづらいんだね、やりづらいですね、あー、そういうことか、なるほど、これ閉じます、うん、こうやって貼っていくじゃないですか、うん、でここパッパーなんで、うん、入っちゃうんで、雨が入っちゃうってことね、はい、なんで右から、うん、まあ、閉じればいいんですね、うん、あ、そういうことね、だけどまあ逆の方が、まあ、もちろん雨、ね、かぶせた方がいいってことだよね、そうですね、上からかぶせた状態に終わった方がいいので、へ、うん、なるほど、はい、あ、やっと終わった、はい、おいおいおい、ここから本番やねんか、もう疲れてるけど、で、じゃあ、まあ俺は用意スタートとともにでいい？はい、何秒スタートできるやん、しやっちゃうまい、ちなみにちょっと、3人、あー、もう始まってますよ、もうスタート行っちゃったもんね、だってもうちょっと言っちゃったもんね、だって余裕だね、余裕っすね、違うね、今日はなんか実は、はい、あ、なんか落ちた、はい、ちょっと寺西くん拾ってきてくださいよちょっと拾わなかんすって、あ、もう追いついた、もう追いつきますね、もう追いついたって追い抜かれとるやん、うん、もう全然違う、全然違う、もう一周行ったね、ミッチまだ半分だろう、いや、半分超えましたね、超えてねえじゃん結構マジだね、キモいんだけど全然喋んないぞ喋んないぞ、ね、放送障害やで、お前一つ言っていいですか、喋る、あの、あれがないですよ余裕がない、でも上手っすね、あ、上手、初めてね、加藤さんも作りづらいんで、さすが足場の職人、はい、そうっすね、 YouTuber だよ、俺ちょっと余裕が出てきたそう、はい、で綺麗って言われてちょっと余裕だね、もう余裕っすね、で僕褒められて伸びるタイプなんですよ、もう言いません、もういいなー、ほんとに緊張して角が作れなかったもう早くやっつけて、はい、もう早くやっつけて、早く居酒屋行きたい、早いっすね事務仕事じゃないからね、はい、ちょっと事務仕事、あー、もう行かない、はい、行きます、余裕の よっちゃんだね、マジで余裕のよっちゃん、いや、採点しましょうよ、最後、まあ、速さも大事ですけど、まあいい、まあ、黙っとって早くやってまあやって、めんどくさい、俺の目標じゃないからめんどくさいだろ、早くやって、みっち動画俺の目標じゃないから、何このもうね、俺の言葉聞いてくれんすよ、うそ全然余裕ない、そうっすね、あれしょまった、全然違うよなやっとマスカーかな
じゃもう遅い遅い、いらないいらない。終わりました。余裕だね。そうですね。あ、もう完璧に終わった。はい、まだ僕の方が早くないっす。早いっす。ですよね。はい。明日が来ちゃう。明日来ちゃう。明日が来ちゃう。いや、コンスティ。あ、終わりました。終わりました。やっと終わった。はい。採点どう？逆に。あ、でも全然綺麗ですね、本当に。え？ちょっと思ったより綺麗でびっくりしました。あ、そう。はい。なんか素人なりには。はい。結構難しいんですよ。うんうん。あとなんかミッチーって結構ガサツなイメージが。うんうんうん。まあまあ。どんなイメージ？全然綺麗ですね。全然綺麗。え、はい、で、これやり直さんですか？これやり直さん。僕ら書いた後。全然大丈夫ですよ。やり直さん。あ、これ使えるの？全然使えますね。あ、これだけ綺麗。はい。紙テープがしっかりどれどれればいい。そうですね。紙テープがしっかりいってれば。はい、全然綺麗です。はい、じゃあ、はい、今日は、まあ、養生の指導を含めて、はい、あのミッチーをいじめる楽しい楽しい動画になりました。おかしくね。はい、チャンネル登録といいねお願いします。また見てね。何この動画。何だこの動画な。これも久々に現場動画撮ったらもうこんな懐かしいのね。なんか懐かしいっすね。懐かしいねこれね。なんかね、僕の手がガサツなんじゃなくて、多分、うん、あの動画の撮り方もガサツ。俺も集中的に集中的に僕だけだもんね。